愛知県の蒲郡市で、コロナウイルスに感染して、自宅待機の指示が出たにもかかわらず、飲食店で外出した、50代の男性が、いました。そのことについてですけども、その男性はなんか両親とかに、コロナウイルスをばらまいてやるって言ってなんか自宅に出たみたいですけども、普通にこれ、傷害罪に当たると思います。そんで場合によっては、日本の法律は甘いんですけども、これ例えば中国とか、韓国もそうだと思うんですけども、海外の法律だとか死刑で罰せられます。日本はまず法律が甘いから、そんなに好き勝手にやる人がいると思います。まあ、そのぐらい、厳しい処分をしないと、もう、どんどんそういう身勝手な人が増えると思います。なんか、拡散させ、例えば好意的に拡散させたら、法律で罰せられるようにした方がいいと思います。本当に日本の法律は甘いです。チャンネル登録お願いします。